竜、素人は、フットサル大会運営団体。一般に、フットサル大会は、部活経験者などで構成されたチームが大半を占め、大会名が、スーパービギナーとなっていても、技量の高いチームに対する規制が講じられていない、ものが多い。技量の低いフットサルプレイヤーにとって、均衡した試合を楽しむことが簡単ではないことは、日本フットサルの黎明期から大きな課題であった。 同課題の解決に取り組むべく、ルー、素人は2004年4月に創設された。技量別に、素人、ド素人、ちょうどしの3レベルに分かれている。一般的に、大会選びにあたっては、下のクラスに応募が集まりやすい。規制を設けない限り、下のクラスのレベルは維持できない。ルー、素人では初参加チームは、一番上の、 素人クラスにしか参加できない仕組みとなっている。2008年度は245大会を開催し、延べ参加チームは2000チーム弱。登録チームは2009年6月現在で7300チームを数える。また FC 東京のホームスタジアムである東京スタジアムで年間8大会を開催し、1大会あたり平均800人の参加者を動員している。 味の素スタジアムでの大会では、南結衣がマネージャーを務めている。2009年5月23日の大会では、芸能人女子、フットサルチームの南育クズ、シューターズが、ドシロートクラスの大会に参加し1勝3敗の成績を収めた。日本のフットサル大会で最初に、大会参加チーム記念写真の携帯閲覧をサービスインした。創設以来、全試合の記録を、 ウェブ上に掲載している。同様のサービスを提供している。フットサル対開業者は2009年6月時点で2、素人と F モードのみである。ありがとうございます。